強満員御礼の国技館です。幕下の上位5番鳴滝が押し倒し、琴津ばかりが寄り切り、ひとし寄り倒し、桐生光が寄り切り、そしてベテラン北張馬、今場所は西の2枚目のカードで番付を戻してきましたが、北張馬が突き落としで勝っています。十両の結果です。返り十両の栃武蔵が寄り切り2連勝、千代栄突き落としで新十両の欧勝海は2連敗になりました。千勝鵬が突き落とし、英乃海が寄り切り、朝光龍が押し出しです。そして新十両武尊富士が昨日今日といい内容です。寄り切り速攻の相撲でした。2連勝、試練寄り切り、芝の海が送り出し、先場所までは高橋のしこ名だった白熊が今日勝って押し出しです。時早手がすくい投げ、狼が寄り切り、北の若突き落として2連勝、東白龍が突き落とし、本場所14に下がっている錦富士が寄り切りで、失礼、東白龍は突き出しです。東白龍突き出しで勝っています。錦富士が寄り切りで2連勝としています。さあそれではこの一番、白熊というしこ名で初めて白星を挙げました、白熊の今日の一番。今押っつけから突き放しに変えた千代翔馬ですが、力強い白熊、北海の白熊と言われた元大関の北天佑、あの北天佑の力強さをということもあって、この白熊という仕事をつけたと師匠の二所ノ関親方は話していました。さあ土俵上が幕内前半戦最後の一番です。朝乃山と金峰山という一番です。朝乃山の北陸富山の出身です。北陸の力士たちがとにかく頑張ってその姿を見てもらおうと、地元の後援会のホームページにも頑張ろう北陸というそういうメッセージを紙に書いて掲げていました。対するは金峰山で、こちらも非常に今年1年が楽しみな力士。持ってますから ね、 そうですね。体の寄せ方もすごくこ うまくこう寄せてますよね。先場所はこの左のふくらはぎ、場所の前に、肉離れを起こして初日から休場、しかし中日から土俵に登場してきて4勝4敗7日の休み、まあ、結局は大きく負け越したという形になったわけですが、そのふくらはぎにはサポーターが見られますけれども、こうして見てると特に前に出る分には問題ないですね。もう何も問題ないと思いますよ、はい、富山は実家富山市、実家は被災は特に大きくはしなかったんだけれども、氷見市に祖母おばあちゃんが住んでいるということで、こちらは、停電やガス、いろいろな被害がありましたということです。まあ、北陸といいますと相撲どころ、特に石川県は相撲どころということで非常に心配をしている力士たちも大勢います。さあここまで終わった幕内前半戦の相撲を振り返っていくことにしましょう。ベテラン勢のベテラン同士の対戦で碧山宝富士から始まりました。きっかけで宝富士が勝っています。新入幕島津海が寄り切り、今日は島津海らしくどんどん前に出ていくよ、相撲2連勝。吉田さん、はい、島津海幕内の方が落ち着いて取れてるって言ってましたね。おそうですか。もう一人の大野里も2連勝、大野翔が押し出し、遠藤押し出し、美ノ海送り出しで2連勝、玉鷲が押し出し、剣翔押し倒し、佐渡ノ海勝てません。北青鵬上手投げ、平戸海押し出しで2連勝、今朝乃山が寄り切りで2連勝としたところです。
後半戦の取り組みをご紹介しています。そしてこの中ではやはり今日は注目は何といっても高安霧島です。この初場所に横綱昇進をかけています霧島、高安戦はご覧のように7対5、もちろん高安も大関経験者実力者ですが7対5、この1年は2対1で霧島がリードしています。それではそれぞれが勝った一番、先場所それから秋場所と続けてご覧いただきましょう。そして今場所は場所前に実はこの両者は稽古をしました。1月の6日に二所一門の連合稽古が行われたんですが、そこに一門が違う霧島がやってきました、まあ、そこで霧島は稽古をするんですが、この時は高安と稽古をして霧島2勝高安6勝という内容でした。これ向こうじゃない前上さんこの日ご覧になってましたね。そうだ、この日行ってましたね、はい、なかなか苦労してましたね大手ね。この後やはり大関ですから、あの盛り返して連勝していくのかなと思ったんですけど、それができなかったですね、はい、結局6対2で、高安の方がリードということになったわけなんですけれども、真由美さん、はい、今のこの取り組みそして稽古映像を見てですね、はい、霧島にとってどうでしょう、苦手意識というのはありましょうか。あると思いますね。対戦成績だけではなく、はい、まあ、今場所前のこの2人の稽古を見ていても霧島は高安に対して高安重いなという印象は持ってると思うんですね。やっぱりポイントはまずその重さをどうするか、高安を、ね、こう動かすこともなかなかできないんですよね稽古を見ていても。あのこの連合稽古の後に行われたあの横審の時もそうでしたね。そうでしたね、はい、さすがに横審の総見はですね、まあ、横審の方々も見に来てますし、はい、もっともっとこう気合を入れてですね、高安には負けないだろうと思ってたんですけど、はい、まだ高安に勝てませんでしたからね。綱取りの霧島にとっては序盤戦の一つ試金石になっていきそうな今日の一番です。さあ時刻5時を回りました。総合テレビではここでニュースをお伝えします。お伝えします。能登半島地震の発生から今日で2週間です。石川県ではこれまでに222人が亡くなったことが確認されています。被害の全容が今も把握できていない今回の地震、被災した人の住まいや生活の糧となる仕事の再建などが課題となっています。この2週間お母さんにとってどうですか。見とればやっぱり涙が出るしね、あそこにあれ待ってはこれ待ってはと思うしね、本当に一生一杯たのに手帳まで行った生活しとってんのけど今。石川県によりますとこれまでに222人が亡くなったことが確認されています。また安否がわからない人は22人に上り、このうち18人が輪島市の人だということです。ただ今日予定されていた警察の捜索は午前11時の時点で悪天候を理由に見合わせています。警察によりますと今後の捜索は土砂崩れが起きた現場に重機を投入して行うことなどを想定しているということです。これまでの捜索では人の骨のようなものなどが発見されていて警察が詳しく調べています。石川県の馳知事は能登半島地震による農林水産業の被害について今日までにまとめた調査結果を発表しました。農林水産業で広範な範囲で甚大な被害が発生しました。それによりますと漁業では県内69の漁港のうち全体の8割以上にあたる58の漁港で地盤が隆起して陸地になったり製氷施設が壊れたりする被害が出ています。また漁船は
転覆したり沖に流されたりして少なくとも172隻が被害を受けました。輪島市の伝統産業輪島塗の工房や店舗も大きな被害を受けていて、生産の再開が見通せない状況になっています。漆器店や職人などで作る輪島漆器商工業協同組合によりますと、今回の地震による被害について全容は把握できていないものの、朝市通りの火災によって一部の工房や店舗が焼失したほか、作業に使用していた機械や道具が壊れたり、漆などの原材料が使えなくなったりするなど、輪島塗の生産に関わるほぼ全ての職人が被害を受けているということです。今輪島に関する仕事ができる環境はゼロというふうな状況だと思います。もうこれでやめるっていうふうにならないような、いろんな施策やらなきゃいけないことなのかなっていうふうに思います。引き続きこれまでに入っているニュースを AI による自動音声でお伝えします。能登半島地震では道の駅も大きな被害を受けました。震度6強の揺れを観測した石川県七尾市にある能登食材市場、施設の床などに大きなひびが入ったほか、出入り口や駐車場も液状化による隆起や陥没の被害が出て営業できない状況が続いています。出入り口には負けないぞ七尾みんなで支えよう能登半島と書かれた大きな幕が掲げられています。では株と為替です。左下、一時3万6千円台をつけた今日の日経平均株価、終わり値は先週末の終わり値より324円68銭高い3万5901円79銭でした。左流への円相場、1ドルは145円台前半で取引されています。ニュースをお伝えしました。再び両国の国技館です。ニュースをご覧いただいている間に後半戦最初の取組、湘南の海とそれから一山本、幕内で初めての対戦でしたが終わりました。その取組を、総合テレビご覧いただきますでしたので、ここで見ていただきましょう。発表おっ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 湘南の海が勝って今場所のそして今年の初白星1勝1敗、一山本は昨日今日と、白星につながっていきません。吉田さん、はい、一山本はですね、はい、立ち合いも良かったし相手に引かせる、そこまでは狙い通りだったんですけど、はい、頭を下げすぎてしまった。ははー、はいですね。今日は東は今の三部アナウンサー、西は中村アナウンサーが担当しています。この湘南の海も向正面の舞の海さん、舞の海さん、期待の今年1年の若手の中に名前上がってましたね。はい、まあ、まだ若いですね、はい、この立派な体格を見ると、まだまだやれるんじゃないかな、強くなるんじゃないかなと思いますね、はい、まだ25歳ですしね、はい、湘南の海が今年の白星を挙げました。行司は木村久之助であります。土俵上錦木翔猿です。今日は大関は霧島が高安戦、これは過去高安7勝霧島5勝です。貴景勝は熱海富士と豊昇龍は翠富士と、結びで照ノ富士が若元春戦が組まれています。錦木と翔猿が上がりました。まあ、今場所は翔猿は東の4枚目、錦木は西の5枚目ですが、共に三役を去年は務めました。特に錦木の方は去年の秋場所、初土俵から103場所かけて掴んだ新三役の場所というのがありました。その場所は跳ね返されたんですが、正面の解説は元大関栃東の玉ノ井さんです。玉ノ井さん、はい、特に錦木が攻めが速くなってきましたね。そうですね、もともと
途中当たった後にもたもたこうするようなこう相撲内容だったんですけれども、はい、少しこう自分でこう気持ちを変えたんでしょうね。前に出てってこう一つ勝ってからですね、はい、自信がついたんでしょうね。あ、特にあの本人は意識しているのは前傾。そうですね、前傾の相撲というのは意識しているということです。どうしてもやっぱり上体が浮いてしまうと抜けずるような相撲になってしまうので、まあ、それをしないようにこう前傾姿勢で攻めたいんじゃないですかね。一方翔猿は錦木に捕まってしまってはどうしようもありません。翔猿の方は去年1年もずっと上位にいました。春場所と秋場所は小結びの下にあったんですが、向正面舞の海さん、はい、なかなかあの翔猿は三役だと勝ち越せないんですよね。そうですね、やはりこの周りの顔ぶれ見ていてもですね、はい、まあ、どの力士も力を持ってますから、はい、なかなか難しいですよね。これはあの上位とやっぱり三役って舞の海さんは、ね、小結び務められましたので違うもんなんですね。やっぱりこの今のこの三役陣というのはもう安定してますよね。この特に関脇勢ですよね。はい、はい、確かにそうかもしれない。ただやはりこの体格、決して今の枠のうちでは大きくないこの体格で常にこの上位にいてですね、はい、そしてこの三役に上がったりというこの活躍はですね、私はもうもっともっとこの翔猿評価していいんじゃないかなと思いますし、まあ、人気は十分ですけどね。いや、もっと人気欲しいですね。あ、そうですね、いや本当にあのこの体全部を使ってですね、あの目いっぱいこの力を出し切るこの相撲というのはですね、心打たれますね。はい、その辺は小兵は小兵を知るというところかもしれません。さあ、UK は隅田川です。あ、だいぶ暮れてきましたが、それでもだいぶ日が長くなってきました。今日の東京は冬晴れ、ただ吹き渡る風はもう冷たい風です。まだまだ厳しい寒さの東京。この画面を見ながら明日の3日目十両の取組をご紹介しましょう。栃武蔵とそれから新十両の大勝海から始まります。千代栄に天照鵬、千代丸に雄馬、英乃海に白鷹山、新十両2連勝スタート、武富士は明日は天空海です。朝光龍に大翔鵬、紫蓮に獅子、輝に志摩ノ海、白熊に大勝海、千代翔馬に時疾風、琴恵光に千代翔馬に時疾風、あ、失礼、白熊に大翔馬です。白熊に大翔馬、そして千代翔馬に時疾風、琴恵光に北の若、狼雅に玉正鳳、東白龍に水戸龍、大奄美に錦富士です。幕の内、碧山武将山から始まります。宝富士に新入幕島津海、新入幕大の里は明日は大の将、琴勝峰友風、遠藤は妙義龍、隆の勝美ノ海、王鵬に佐田の海。間の数字は過去の幕の内での対戦成績。玉鷲剣翔、明生平戸海、北西方御嶽海、朝乃山初段の海、金峰山一山本、錦木に正代、翔猿に龍電です。高安豪ノ山、北勝富士に大栄翔、琴ノ若翠富士、浦和豊昇龍、霧島明日は熱海富士、若元春貴景勝、そして結びは照ノ富士阿炎です。満員御礼の国技館、館内から盛んな声援が両力士に飛んでいます。制限時間がいっぱいになりました。西が正代、そちら対するは龍電です。過去は7対2と正代がリードしています。
してお客さん大丈夫でしょうか。正代これで新しい年は2連勝のスタートです。ただいまの決まり手はすくい投げ。すくい投げで正代の勝ち。正面の解説元大関栃東の玉ノ井さんですが、昨日今日と正代はなかなかいいんじゃないでしょうか。そうですね、まあ、今日もこうすくい投げで、まあ、最後勝ちましたけれども、まあ、昨日もねこうずっとこう前に前に 出ながら相撲を打ってましたしね。翔猿をねこう常に正面に置いて、はい、まあ、少しずつこうなんか力が出し切るようになってきてるのかなっていうふうに思います。力を出し切るように、はい、今までやっぱちょっと故障とかあったの で、ね、うまくこう多分相撲が取り切れてなかったと思うんですけれども、まあ、ここのところねこういろんなこう形になって今日も思いっきり振っていきますよね、はい、これ持ち味ですもんね、はい、まあ、こういう相撲が取り始めてくると、はい、怖い相撲ゼロになってくるのかなと思います。そうですね、まあ、なんせ大関経験者、幕内最高優勝経験者ですからね。まあね、いろいろとこうね、苦しみとかいろんなものを味わってますからね、その部分で、ね、もっとこう自分のこう相撲で勝っていけば面白い存在にもなりますよね。あのコロナの影響でなかなか稽古に出るということができなかった中で、コロナ明けはもう本当にあの大勢の力士が、横綱照ノ富士をはじめですね、いろんな力士があの徳須賀組屋で稽古に来ますので、知らず知らずのうちに正代も、ね、稽古中ということになりますね。その正代が今場所の新三役宇良に水をつけました。ここから初場所の2日目三役力士が登場してきます。平成4年生まれ31歳、あの序二段まで落ちて大怪我を克服してこの両膝です。ついに掴んだ三役の座です。西方小結宇良、大阪府寝屋川市出身木瀬部屋、東方北徳寺、西前頭三枚目、埼玉県所沢市出身八角部屋で、この両者の対戦はご覧のように8対1と浦がリードしています。行事は木村幸之助であります。この両者は平成4年生まれの同学年、北斗富士の方は日体大で学生横綱、浦の方は関西学院大学、まあ、浦に言わせますともう大学時代は自分はもう早々負けて観覧席から見るだけという存在だったと、当たれるだけでという話をしてました。幕内ではなんと8対1、浦が大きくリードしています。北斗富士に言わせると見ていくと出てこられる、こちらが出ていくとかわされる、相手の動きに何か自分がハマってしまっているような、相手の相撲に合わせてしまっているようなところがあると、まあ、かつては苦手ではなくてたまたま結果が出ないだけと言ってましたけども、今日訪ねた時はもうここまで来たら苦手ですねと言ってました。もう相手のことは考えずにやはり最後は自分の相撲を取るだけでしょうねと話していた北斗です。白星よりもお客さんの喜ぶ相撲をと話す裏です。三役というのはもう夢の差にその先、思ってもみなかった地位でした話す裏です。Thank you.
らうような逆転勝ち。ただいまの決まり手は叩き込み、叩き込んで北勝富士の勝ち。今場所は北勝富士に軍配が上がりました。ちょっと額のあたりに傷ができたでしょうか。そして玉ノ井さん、はい、北勝富士はまあ何も考えずに自分の相撲をしっかり取るんだと言ってましたけども、今日の相撲は、まあ、裏の方がちょっと頭が低かったですね今日ね。低すぎたというか、ね、低すぎた内容ですかね。相手ここでもう見てませんよね、下向いちゃってますね。ここで、はい、ただあれ裏という力士は下向いても相撲取れる力士ではあるんですけどね。まあでもここまでこう下向いてしまうと相手のね動きについていけないですよね。あ、はい、あこの表情、しかもちょっと今日は足がね出てませんよね。うまくね北勝富士もこう左から、ね、回り込みましたからね、はい、決まり手叩き込み北勝富士が今場所は裏を倒しました。まあ、動画あまり考えない方がいいですよね。だから今日はもう考えには向きていくという話ですよね。いろんなことをやればこういうふうに勝ち星取れますしね。そうですね。まあ、本当に、ね、さっき本人が言ったように相手のことを考えるとますますこう相撲が取れなくなるってありますから、はい、まあ、その辺は本人何を語るか、東のリポーター今日はサンデーアナウンサーです。その北斗富士が今琴ノ若に水をつけました。さあ今度は関脇琴ノ若登場です。今日は高校の後輩豪ノ山が対戦相手です。先場所関脇で11番、去年1年三役で全て勝ち越しました琴ノ若。大関に今一番近いところにいるのが琴ノ若です。西方豪ノ山、東前頭3枚目、大阪府寝屋川市出身立熊部屋。東方関脇琴ノ若、千葉県松戸市出身佐渡ヶ嶽部屋。先場所初めて両者対戦がありました。豪ノ山の押し相撲当たり押しに対して下がることはありませんでした琴ノ若。左上手を引いての上手投げで高校の後輩を退けています。まあ、先ほどご紹介したように去年は1年間ご覧のように三役の座で全て勝ち越し、特にあの九州場所関脇で2桁11番勝ちました。これは見事な成績でしたね。そうですね、はい、まあ、途中までこう、ね、優勝せずにも絡むような形がありましたからね、はい、もう大関になってもおかしくないだけの力はつけてきてますね。なんか毎場所毎場所こう見てるとこう自力を本当につけてきてるなっていう印象を受けますよね。まあ、まあ、本人は優勝にそして大関にもうやるべきことは全てやってあとは結果を待つだけなので、非常にあの冬巡業から精力的に稽古に取り組みました。さあ対する豪ノ山、こちらは向正面舞の海さん、はい、舞の海さんが注目している若手力士のこの豪ノ山も一人なんですよね。はい、なんといってもこの魅力はですね、その一番にかける集中力ですね。はい、はい、これはやっぱ相手にとっては怖いですよね。あの去年の九州場所は、はい、霧島玉景勝と大関を対外に破ったからね。はい、あのどんな強い力士と対戦してもこのひるむことがないですよね。この勇敢に向かっていくこの姿勢というのはですね、上位陣にとっては怖いですよね。ですから今日の一番でも下からものすあのガツンと当たって一歩二歩押し込むことができればですね、チャンスは出てきますよね。琴ノ若もこの2日目気をつけなければいけない相手ですね。まあ、まさに一発あると言ってもいいと思います。はい、待ってこれないまま押し込まれてしまうとですね、いっぺんに持っていかれるかもしれませんけどもね、知れませんから気をつけなければいけないですね。場所前の横審の総見の時は一回対戦がありまして、立ち合いで琴ノ若がしっかりと受け止めて右で捕まえました。豪ノ山を退けるという
そんな相撲がありました。琴ノ若は今日で幕内の出場がちょうど300回目です。こう見ていてもですね、玉ノ井さん、はい、風格が出てきたというんですかね、なんかこう自信持ってこう相撲取ってますよね、うん、そんな感じに見えますよね、はい、今日もまあ土俵際まではこう攻め込まれたんですけれども、はい、やっぱこの左の上手取ってね、まあ、最後は上手投げですか、はい、まあ、理にかなったね、このなんていうんですか、投げの打ち方ですよね、はい、もう自分はやれることはもう全てやってきたので緊張することはないと、もう土俵に集中するだけだという、そういう話もしています。豪ノ山はですね、はい、下から思いっきりぶつかっていくんですけども、はい、あの琴ノ若は下がりませんでしたよね、あの当たりは悪くなかったですもんね、悪くなかったです、はい、あの下がらない当たりがですね、昨日もそうだったんですけども、やっぱり力をつけてきてるなという印象ありますね、琴ノ若は大関に上がれば偉大な祖父横綱琴桜のその琴桜を、受け継ぐという、そんな決意を語っていました。その一方で父師匠の琴ノ若、大関琴ノ若でも相撲を取ってみたいと、まあ、そんな夢ではなくてもうすでにすぐそこまで来ている目標、その目標に向かって2連勝スタートの琴ノ若です。さあ今度はもう一人の関脇です、大栄翔登場。こちらも待ったなしの大栄翔、大関は目前です。西方関脇大栄翔、埼玉県朝霞市出身、追手風部屋、東方阿炎、西前頭2枚目、埼玉県越谷市出身、錣山部屋、先ほどの琴ノ若同様、大栄翔も去年の1年すべて勝ち越しです、まあ、大栄翔は去年のちょうど初場所が前頭の筆頭、ただその後はずっと三役を維持しています。今日向正面は舞の海秀平さんですが、舞の海さんも前場所のようにこの大栄翔もう上げてもいいんじゃないでしょうかねちょっと話甘いかもしれませんが、毎回言ってますので、はい、もうこの1年の成績こうして見ていてもですね、まあ、大関の成績ですよね、もう2桁がね、はい、6場所のうち4場所、はい、昨日もあのそういう話をしたんですけれども、はい、そしたらさっきあの私柴田山親方とばったり会って、はい、いや上げたいんだよとただ上がった後が問題なんだよと、はい、まあ、最近はこう長くこう最後まで大関を務める力士がいなくなってきてるので、はい、やっぱりそこなんだということで、私もああおっしゃる通りですねという会話をさっきあのここに来る途中あの親方と会話してきました、確かにそうなんですよね、上がってからですよね。去年1年間は優勝、そして大関昇進、あと一つが足りなかったと本人は反省をしていました。その一つが足りないのが自分の弱さ、今年はそこを克服してという意欲を語っていました。この阿炎と大栄翔戦は阿炎の10勝、大栄翔が9勝という過去の結果です。共に突っ張りを得意にしています。
と万全の相撲です。ただいまの決まり手は押し出し、押し出して大栄翔の勝ち。向正面前の皆さん、はい、今日も強かったですかね、こう両者押し合いしてもですね、やっぱりこの大栄翔の方がこう下から下からこう跳ね上げるように押し込んでますから、阿炎としてはですね、はい、なかなか突きにくいところなんですよね。あと阿炎に聞くと重いんだということを言いましたね。ああ、そうですよね。確かに腰も重いと思います。いや、両関脇が非常にいい相撲を取ってくれました。吉田さん、はい、まず北勝富士からいきましょう。はい、お願いします。はい、もう花道の途中から笑顔になりまして、はい、ま、内容はあまり良くないんだけれども、圧力が相手に伝わっていたので、あの畑に決まったのではないかと、はい、苦手な力士に勝って、気持ちが全然違いますという話をしてました。それから琴ノ若もいきますね、攻められたけれども我慢して落ち着いて相撲が取れましたと。立ち合いの張り差しについては馬力があることでしっかり受け止めたかったということで、まだ攻める内容ではないけれども我慢して取りたいと思っています。あ、昨日も昨夜アナウンサーに苦手にしている裏に勝った北勝富士と、そして関脇琴ノ若の談話を入れてもらいました。さあ今度は大関登場です。まず今日の一番手は綱取りがかかる霧島です。相手は難敵高安。西方小結高安、茨城県土浦市出身、田子の浦部屋。東方大関霧島、モンゴルドルノフ県出身、道の区部屋。ご覧のように過去は7対5、先場所は高安が突き落としで勝っています。場所前から非常に精力的に稽古を積んできたこちら大関の霧島、やはりその横綱、そして連続優勝ということを視野に入れて、かなり積極的にこの場所前も出稽古に出かけては稽古を積みましたが、こちら高安も非常に場所前から好調な稽古ぶりでした。好調力士同士が今日対戦するわけなんですが、玉ノ井さん、はい、先ほど過去の対戦成績、対戦、そして場所前の稽古の様子もご紹介しましたけど、はい、霧島からすると難敵なんですよね。そうですね、まあ、直行を見てても取りづらそうにこう相撲を取っていったなというふうに見えますね。まずこう高安の腰の重さと、はい、また立ち合いもですね、はい、かち上げたりするじゃないですか。でまた回しが多分取りづらいんだと思うんですよ、ね、なるほどね、はい、きっちり締めてますしね、はい、なかなかあの高安の重い腰崩すというのが難しくなってるんですよね。勝った時は横からこういなしたりして崩してはいるんですけども、はいはい、まあ、崩しながら回しを引いて前に出るとか、まあ、そういう相撲内容になれば、ちょっと変わるのかなと思いますけどね。その辺が一つポイントになりますか。だと思いますね。まあ、その部分こう高安はそういうふうにしたくないでしょうから、まあ、相手の動きを見ながら相撲を取るっていうような感じなんでしょうね。まあ、横綱昇進を目指すには倒さなきゃいけない相手なんですが、もう一つ苦手を作ってはいけないとよく言いますよね。そうですね。あと両者押し合いになると、はい、
有木はやはり高安の方が勝ってると思うんですね。一回り体も大きいし、はいはい、ですから霧島としてはこの横の動きを交えながらですね、なんとかこの高安のバランスを崩したいところですね。高安も大関を経験しました。怪我などもあって大関から番付を下げていますが、高安は目標は優勝です。支配です。まだ支配を奪いたくない。それぞれにとってまだ2日目ではありますけれども、それぞれの夢、横綱を目指す霧島、そして初優勝を目指す高安、それぞれの夢に向かってこの2日目、大事な序盤の対戦です。行司は木村庄太郎。しっかり自分から当たった後のこう右からのいなしでこう攻めましたよね。そうでしたね、はい、あの一つのこの右からの押っつけてそしていなし、これが来ましたね。そうですね、まあ、今日はやっぱりこうきちんと当たれたということが良かったんじゃないですか、はい、この後も早かった。そうですね、もう相手に攻めね、込ませないぐらいこう自分から攻めていきましたからね。もう一度あの頭からいきましたよね、はい、向正面舞の海さんです。どういう印象でしょう。場所前のこの両者の稽古内容とは全く逆の展開になりましたね、はい、こういう勝ち方を高安がしてたんですよね、稽古場では、はい、早いですね霧島は。いなした後すぐに攻めますよね。ですから高安はあの守りの体勢を作るその隙を与えませんよね。そうでした、ね、高安に、はい、あと今気になったのは目の前花道を引き上げていった高安さんですけど、何かこう歩き方、そうでしたね、おかしかったですね。足を気にしてるような、はい、今あの、その花道引き上げの花道の奥の映像をご紹介します。ちょっと足を何かこう、かばうような気遣うようなね、はい、時々あのこの足の痛みというのが高安を襲うということをもう一度見ていただきますと、何かちょっと玉内さんおかしいですかね。まあ、考えられるとしては、いなされた時か、土俵で残った時かなと思いますので、はい、まあまあ、それだけ霧島のね、この圧力がかかったってことでしょうね。しかし、これで、まあ、昨日のあの、初日の相撲は本人足が出てなかったという、若元春戦、引き落としで勝ったわけですけど、綱取りの場所乗っていきそうですね。そうですね。でもまだ序盤で今日まだ2日目ですからね。明日ね、はい、熱海富士なんですよ。ああ、まあでもやっぱりね、このまた下からのこうね、圧力というのをね、きちんとこう受け止めてね、はい、自分のこの相撲内容で序盤を乗り越えていければ、また中盤後半はね、はい、あの違うこう相撲内容を取れると思うので、あの玉ノ井さんも大関昇進をかけた場所、まあ、怪我などもあってですね、かなり苦労して大関をつかむわけですけれども、やはり序盤というのは一つ大事だったんですね。いや、もう大事です。
この5日間というのは、はい、なかなか地に足つかないような状況でこう相撲を取っているので、まあ、なぜか苦しいこう体勢になっても我慢して我慢してこう相撲を取っていったと思いますね。あとは玉森さんがよく言ってた序盤は苦労して勝った方がいいんだという、まあ、それは自分だけかもしれませんけれども、自分は苦労する方が中盤戦と体が動いてきて、まあ、後半戦というのはもう記録勝負って自分で思ってたので、そういうパターンがあったと思いますね。はい、まあ、まずは序盤の一つ、まあ、山というとオーバーかもしれませんが、昨夜を退けた霧島です。その霧島は水をつけた熱海富士が上がりました。吉田さん、はい、霧島です、はい、変なことを考えずに思い切りと思っていた、それが良かったと思います。はい、やはり集中していました。さあ今度は2人目の大関貴景勝、先場所は綱取りをかけた場所、貴景勝が綱取りをかけた場所だったんですが、序盤に星を落とし中盤の連敗が響いて貴景勝、横綱昇進はなりませんでした。この大関は首に、ずっと爆弾を抱えていまして、この場所前もちょっと痛みが出て、剣豪稽古も2日間回避するというそういう場面もありました。ただこの大関は1日1番にかけてくる気迫というのはすごいものがあります。貴景勝は熱海富士戦といいますと、去年の秋場所本割では寄り切りで貴景勝が勝って、そして優勝決定戦、貴景勝が立ち合い左に動くという相撲が玉野さんありましたね。ありましたね、はい、貴景勝に聞きますと、やはりあの本割この秋場所寄り切りと今出てましたけど、あの相撲で対戦をした時に熱海富士に右を差されてはこれはものすごい力を発揮すると、まともに正面から左では押っつけきれないと、そう判断したので左に動いて左から押っつけに行ったんだという言い方をしていました貴景勝です。まあ、それだけその熱海富士の圧力、右差しの威力というのを認めていた大関です。まあ、警戒をしたらために、はい、まあ、そういうことを相撲で行こうと思ったんですかね。これはあの貴景勝の今場所の状態、調子を測るのにはいい相手ですね。まあそうですね、はい、まあ、熱海富士は右差し左上手ですから、まあ、それをどういうふうにこの大関にぶつけてくるか。先場所先々場所と千秋楽まで優勝を争った21歳の若手、今場所は西の筆頭、三役がもう目の前にあります。本人はこの1年三役そして大関という目標を掲げました。よく取りましたけどもね、はい、この押し合いでもですね負けてないですよね。この辺りは逆に押し込みました、最後この両脇がね空いたところ
さっと二本刺されて、はい、押し込まれてしまいましたね、はい、その直前に貴景勝これ張りましたかね、張ったみたいに見えますね、張ったところでちょっとこう一瞬こう我を失って、はい、脇が空いたところを刺されるんですよね。貴景勝は先に少しこう張りましたよね、この後ですけど、これですね。ただ負けはしましたけれども、はい、この両者の力の差というのはですね、はい、もう一場所ごとにこう縮んでるように見えますね、はい、そういう相撲内容でしたね、まあ、首の痛みなどもあって調整が、まあ、本人はもういつも通りやることはやってきたと話してますけど、やっぱりちょっとこう首を動かしますね。どうですか、万全ではないですか。まあ、万全ではないからこそ少し押し込まれてるのかなっていうふうに見えますよね、はい。まあ、でもやっぱりね、そういうこう合間合間でこういなしながら、はい、まあ、張ってこうね中に入っていくっていうね、まあ、そういうこう相撲も取れますからね、はい。まあ、まだまだ分かりませんね。あとちょっと右手を動かして、これはあるいは首の影響もあるのかちょっとこれは分かりませんけれども、少しあれですね、いろんな動きが気になる貴景勝ですね。刺して前に出てきましたからね、先ほど。そうですね、右前に、はい、まあ、志でしたわけですけど、まあ、ただやはり気迫は、この人気持ちの大関ですからね、うん、そうですね、はい。まあ、今日もよくこう相手を見ながらこう相撲を取っていますからね、はい。吉田さん、はい、熱海富士もですね、うん、相当悔しそうでしたね。そうですね、はい、勝たなきゃダメですと、至らないところばかりですと、鼻から少し出血してましたけれども、はい、花道の奥でも大きな声を出して悔しがってました。その若手の挑戦を退けた大関です。昨日は横綱大関そして関脇も安泰だったわけですが、今日もここまで両関脇、さらには大関は霧島貴景勝とそれぞれ白星を伸ばしています。3人目の大関は豊昇龍です。今日は翠富士戦です。貴景勝あたりは玉森さん、はい、こうしてあの横綱大関関脇上位が安泰していくと自分も負けられないという思いが余計出てくるでしょうし、ね、まあ、こう周りよりも自分の相撲をいかにとかも考えていると思いますね、まあ、1日1番を、はい、たまにこの相撲を取り切れるように多分やってると思いますね。さあ、そして豊昇龍ですが、ご覧のように翠富士戦は5対5で、一時翠富士の方が大きくリードしていたんですが、このところ豊昇龍が4連勝中という状況です。今日向正面、舞の海秀平さんですが、舞の海さん、はい、あの豊昇龍はこの翠富士とかですね、はい、あるいは宇良とか、はい、少しこう背の低い、あるいは小兵と呼ばれる力士を一時ちょっと苦手にしてましたよね。そうですね、はい、よく取りこぼしてましたね。おそらくこうどう攻めていけばいいのか、どう攻略していけばいいのかっていうのは、はい、あのなんか今一つわからないんじゃないかなと思うんですね。ただどうですか、今あの対戦成績見たようにこのところ4連勝ですし、はい、少し克服してきたということなんでしょうか。それは言えるでしょうね。あの豊昇龍はですね、目の覚めるようなよく腕が伸びるいい突っ張りを持ってるんですよね。これを、ね、うまく活用しながら、あの小兵とですね、こう感覚を取りながら、攻めていけばですね、あの十分に勝てると思いますね。負けるときは中に入られて少しこう強引な相撲になって、そこをさらに疲れてという、そういう相撲がありましたが、まあ、それをもちろん克服して大関の座をつかんだ豊昇龍です。今日もここまで関脇大関は揃って白星を伸ばしています。対する翠富士はこの小さな体でこのところずっと上位を張っています。今年の目標に新三役を掲げました。11回目の両者の対戦です。
手は押し出し。決まり手押し出しです。押し出して豊昇龍の勝ち。今日落ち着いてましたね、豊昇龍。うん、そうですね、はい。まあ、右のこの下手取られましたけれども、はい、まあ、その後うまく回り込んで腕を手繰るような形ですね、はい。まあ、前に出てきましたね。あの前上さんからあった今日は突っ張っていかずに張り差しできました、ね、そうですね、まあ、その分こうマッシュを取られたのかなと思いますけれども。なるほど、まあ、落ち着いてますよね。落ち着いてましたね、はいはい。いやー、これでしかし田村さん、はい、今場所はどうやらこの関脇大関陣は安泰が続きそうな雰囲気が出てきましたね。まあ、そうですね、まあ、相撲を見てる限りはなかなかこう崩れるような相撲内容じゃないのかなと思いますけれども、今やっぱり分かりますよね、というところは。そうですね、はい。吉田さん、はい、大関の貴景勝戻ってきました、はい。もう右肘については何も言及しなかったんですけれども、はい、下手に入ってもしきりに顔をしかめながら右の前腕を回していましたね。そうでしたか、はい。ちょっとそこが気になるところ。西は今日は中村アナウンサーです。1日だったと、終わってホッとしてますという話をしました。38代木村庄之助として無事に初日を務めた、そんな思いを語っていました。福島県福島市出身荒汐部屋東方横綱照ノ富士モンゴル伊勢ヶ浜部屋呼び出しは児童行司は木村庄之助。本日結びの一番であります。この初場所は初日から木村庄之助が結びを合わせ、そして横綱が結びを務めるという。何か一つ相撲のこの伝統、そして様式というのが一つようやく何か固まったような場所です。去年の名古屋場所以来の土俵、その名古屋場所は腰の具合が思わしくなく、結局途中休場という形になった照ノ富士、秋場所、九州場所は全休でした。そうした中でこの初場所は出場に踏み切った照ノ富士、昨日は裏を退けて初日白星です。過去は2回とも若元春に勝っています。まあ、本人もまだ初日が始まったばかり、わからないという言い方をしましたが、まあ、まずやはり玉ノ井さん、はい、休場明けですので序盤でしょうね。そうですね、まあ、昨日はね、ぐらい相手にこう、まあ、こう中には入られましたけれども、はい、まあ、自分からこう自ずから攻めて感じましたよね、はい。まあ、今日は若元春、はい、また一つ形を持ってますからね、左四つはね、はい。その四つになってこうどういうふうに対抗できるか、まあ、横中すれば右差し左上手を取りたいでしょうから、はい、そういった形に持っていけるかでしょうね。今あったように照
照ノ富士は右四つ、若元春は左四つなんですが、過去2回はいずれも左四つで、若元春が右上手と若元春が形を作るんですが、何か照ノ富士の方が左四つで右上手しっかりと捕まえて相撲を取ろうというそんな展開でした。まあ、若元春に言わせますと、自分十分でも横綱は十二分でしたと、もう今日は思い切っていくだけですと若元春は話します。若元春も去年はずっと三役を務めていました。去年の初場所は新三役、一時は大関昇進の名前も上がっていましたが、去年の九州場所は残念ながら6勝9敗という負け越し、今場所は東の筆頭という若元春です。さあ表情が厳しくなってきました。今日もここまで大関3人、関脇2人、いずれも白星を伸ばしています。今日も締めるか横綱の照ノ富士です。としてはやってるんですけれども、やっぱり今日攻め込まれてしまったのかなという感じですね。確かに過去は左四つになって相手十分でも自分も上手を引いてましたからね。そうですね。さあ準備ができましたら、若元春の喜びのこれ初金星になります。初金星のインタビューもお伝えする予定になっています。あと途中から両者の腹の動きを見ていてもですね、はい、照ノ富士の方がやっぱりこれ波打ってましたね。かなりこのスタミナが切れて苦しそうでしたね。息が上がってきたということですね。はい、まあ、普段でした体を生かして長くなると照ノ富士、若元春は早く攻めたかったところだったんですが、まあ、そこら辺がこのやっぱり相撲感の流れというのはあると思いますね。
の若元春初金星の準備ができましたら喜びの声をお伝えします。照ノ富士は2日目に土、その照ノ富士明日は阿炎との対戦が組まれています。放送席、はい、初金星若元春関です。おめでとうございます。ありがとうございます。横綱に勝ちました、今の思いどうですか。まあ終わったばかりなんでまだ実感とかあんまりないですけど、まあしっかり出し切ったかなと思います。はい、少し回しも伸びているようにも感じたんですが、あの左四つの攻防どうでしたか。まあそうですね、まあ回し伸びてしまったんですけど、まあ焦らずにまあ出し切れたかなというふうに、はい、思います。三役から番付を下げて今場所臨んでいます。今場所にかける思いどんなものがありますか。まあ、逆に、まあ、背負うものがなくなったと思ってフレッシュに思い切って取ろうと思ってたんで、まあそういうところが良かったのかなというふうに思います。今場所の目標を改めて教えてもらっていいでしょうか。まあ思い切って自分らしい相撲を取ることだけを考えて残りも頑張りたいですね。おめでとうございます。ありがとうございます。初金星若元春関でした。インタビューは中村アナウンサーでした。まあ、若元春も去年大関候補争いの中に名前があったんですが、一人脱落して今場所平幕という、その悔しさも当然あったと思います。見事な初金星でした。そして一方の照ノ富士については玉ノ井さん、はい、ちょっと心配ですかね。まあ、今日のこう相撲内容からすれば、はい、若元春にこう相撲を取られてしまったのかなって感じですね。あ、ただ残しているこの、ね、腰の高さとか、はい、膝でこう残そうとしてますからね、はい、まだまだちょっとさっきも言いましたけど体が戻ってないのかなっていうところだと思います。はい、明日の中井の時間は新三役裏のインタビューをお伝えします。解説は玉井さん、舞の海さんでした。お二人どうもありがとうございました。ありがとうございました。6時になりました。ニュースをお伝えします。最大震度7を観測した能登半島地震の発生から今日で2週間です。石川県ではこれまでに222人が亡くなったことが確認されています。多くの人が避難生活を余儀なくされていますが、中には被災した自宅にとどまって在宅避難を続ける人もいて不安な日々を送っています。珠洲市の山下美恵子さんです。夫と娘と3人で被災した自宅で生活しています。お邪魔してます。でこの揺れるたんびにこの外壁これが剥がれていくんです。で一発で、はい、元日に地震が発生した後近くの避難所に泊まりましたが、衛生環境が心配で次の日には自宅に戻ったということです。しばらく車中泊を続けたものの寒さで眠れず、現在はスペースが確保できる部屋に家族3人で布団を敷いて寝ているということです。夜寝れんし、人に気を使わなくてもいいし、ここで過ごした方がいいかなと思って。停電や断水の状況です。北陸電力送配電によりますと、今回の地震の影響で石川県の能登地方では今日午後5時の時点で8600戸余りが停電しています。また石川県によりますと、今日午後2時の時点で8つの市と町の合わせておよそ5万5500戸で断水が続いているということです。一方、被災した地域では今日から学校を再開した地域もあります。中野戸町の鹿島小学校は一時避難所になっていましたが、水道も復旧し6日遅れで今日始業式が行われました。学校によりますと、全校児童およそ350人のうち今日は16人が欠席し、中には被災した恐怖から親のそばを離れることができないという連絡もあったということです。友達と遊ん
か顔を合わせる機会がなかったので嬉しかったですね。少し安心しました。一方、来週授業の再開を予定している能登町の右筆小学校では1時間程度に限って児童が登校する学校開きを行いました。児童たちは再会した友達と様々なレクリエーションを楽しみました。この小学校では今週いっぱいは今日のように1時間程度の登校を実施することにしています。子どもたちの心の状態、体の状態を把握して学校の再開に向けて準備していきたいと思っております。1957年、東京にあるアメリカ軍の基地にデモ隊が入り、学生らがその後有罪となった、いわゆる砂川事件をめぐる裁判で、東京地方裁判所は、国への賠償などを求める当時の学生らの訴えを退けました。砂川事件では、学生など7人が起訴され、一審は、アメリカ軍の駐留は憲法9条に違反するとして無罪を言い渡しましたが、最高裁判所が取り消し、その後全員の有罪が確定しました。しかし2000年代になって当時の最高裁判所の長官がアメリカ側と非公式に会談していたことを示す公文書が見つかり、当時の学生ら3人は2019年、憲法が保障する公平な裁判を受ける権利を侵害されたとして国に損害賠償などを求めて裁判を起こしました。判決で小池歩美裁判長は、最高裁の長官がアメリカの大使らに判決時期の予測や希望などについて何らかの言及をしたと推認されると指摘した一方、通訳を介していることなどから具体的な発言や文脈などの詳細は推測できないとしました。その上で、長官が予測される判決内容まで伝えていたとは認めることができない。最高裁の裁判官が裁判の関係者と面会したとしても、それだけでは公平な裁判所ではないとは言えないとしました。また、原告側が損害を知った時から3年以上が経過し、時効も過ぎているとして、訴えを退けました。共産党の党大会が始まり、志位委員長は自民党政治を終わらせることが求められているとして、野党共闘を進め、次の衆議院選挙で議席の増加を目指す考えを強調しました。党大会では、新たな執行部人事で志位氏が続投するかどうかなどが焦点となります。4年ぶりに今日から始まった共産党の党大会には、地方組織の代表者などおよそ800人が参加しました。志位委員長は、自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題などを受けて、岸田政権はいよいよ末期的な状況に追い詰められています。自民党政治そのものを終わらせることが今強く求められているのではないでしょうか。日本の政治を変える道は根本的には共闘しかありません。野党共闘を進め、次の衆議院選挙で議席の増加を目指す考えを強調しました。また将来性のある若い幹部や女性が力を発揮できる新しい中央委員会を選出することも大会の重要な任務だと述べました。最終日の18日には新たな執行部人事が発表される予定で、20年以上務める志位委員長が続投するかどうかや女性や若手の登用が進むのかが焦点となります。引き続きこれまでに入っているニュースを AI による自動音声でお伝えします。15日朝、静岡県沼津市の県道で、近くに住む会社員の今井雄介さんが、59歳の母親と重なるように倒れているのが見つかりました。二人は、いずれも意識不明の重体で病院に搬送され、間もなく今井さんの死亡が確認されました。警察は、現場の状況などから、二人がひき逃げされた疑いがあるとみて捜査しています。去年1年間に全国で倒産した企業などの数は前の年と比べ 33% 増えて4年ぶりに8000件を超えました。これまでコロナ対応の支援策で抑えられてきた倒産件数は
コロナ前の水準に戻っています。業種別では、サービス業が2099件、小売業が1783件、建設業が1671件となりました。中国に進出する日系企業の5割近くが投資を縮小する方針であることが、日系企業で作る団体の調査で分かりました。理由としては、中国経済の先行きが不透明なことや、改正反スパイ法の施行の状況などを見極める必要があることなどが挙げられ、企業の間で慎重な姿勢が続いています。ヨーロッパで最も在位期間が長い君主となっていたデンマークのマルグレーテ女王が即位52年の節目である14日に退位し、長男のフレデリック皇太子が新しい国王に即位しました。各国メディアはデンマークで君主が自らの意思で退位するのはおよそ900年ぶりだと伝えています。フレデリック新国王は皇太子だった2011年と2017年に東日本大震災の支援のため宮城県東松島市を訪れています。流れ星の中でも特に明るく輝く火球と呼ばれる現象が15日朝関東などの広い範囲で観測されました。天文が専門で神奈川県の平塚市博物館の学芸員藤井大地さんが撮影し、火球は神奈川県の上空の方角から長野県の方角に進んだと見られるということです。藤井さんはこれだけの明るさがあるということは直径が数十センチくらいの大きさの可能性もあり珍しい。衝撃波があったという話もあるので落下した可能性もあると話していました。では為替と株です。右上ロンドン市場1ドルは145円台半ばとなっています。左下一時3万6000円台をつけた今日の日経平均株価、終値は300円余りの値上がり、3万5901円79銭でした。ここまで全国のニュースをお伝えしました。厳しい冷え込みとなった軽井沢町、多くの若い命が失われたバス事故から8年、再発防止を願いました。あの日の出来事をもう決して忘れないでほしいですし、二度とあんな事故が起こらないように、してほしい。こんばんは、イブニング新州です。今日はこのニュースからです。軽井沢町でスキーツアーのバスが道路脇に転落し、大学生など15人が死亡した事故から今日で8年です。午後には遺族たちの呼びかけで国土交通省の副大臣やバス業界の関係者らが軽井沢町役場に集まり、国がバスの安全運行のための支援を今後も実施していくことなどを確認しました。2016年1月15日、軽井沢町でスキーツアーのバスがカーブを曲がりきれずに道路脇に転落し、大学生など15人が死亡、26人が怪我をしました。事故から今日で8年、発生時刻の午前2時前には、いずれも当時大学生の子供が怪我を負った母親3人が現場の慰霊碑を訪れました。なんで自分が生きて生きてるんだろう、苦しいんだよう、でやっぱりそれをどうやってサポートしていったらいいんだろうって、私たちも必死でした。午前5時前にはバスを運行していた東京の会社 ESP の高橋美作社長らが慰霊碑に花を手向け手を合わせました。事故をめぐっては高橋社長と運行管理担当だった元社員が業務上過失致死傷の罪に問われ、長野地方裁判所は去年6月、大型バスに不慣れな運転手が死傷事故を起こす可能性を予見できたのに必要な訓練を行わなかったなどとして実刑判決を言い渡しましたが、無罪を主張していた2人はいずれも控訴しています。
改めまして、お亡くなりになられました皆様のご冥福をお祈り申し上げます。コースされたわけですけど、そのコースの理由は、裁判のコメントは申し上げありませんが、控えさせていただきたいと思います。はい、すみません、最後に、8年という月日が経ちましたけれども、午後には遺族たちの呼びかけで国土交通省の副大臣やバス業界の関係者らおよそ40人が軽井沢町役場で意見交換会を開きました。はじめに大学2年生で事故の犠牲になった田原寛さんの父親で遺族会代表の田原義則さんが挨拶を行いました。事故直後に見たもの、あるいは感じたものっていうのは、8年経っても忘れません。8年前の教訓を思い起こしていただいて、最近のバス業界の実態なども意見交換できればなと思っておりますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。意見交換会は非公開で行われましたが、出席者によりますと、今年4月からバス点呼の録音と録画の保存が義務化されるなど安全対策が強化されることを踏まえ、遺族側から安全対策にかかる費用を国が支援すべきだという意見が出されたのに対し、国側はバス会社をサポートしていくなどと回答したということです。この後、出席者たちは事故現場近くの慰霊碑に移動して順番に献花を行い、犠牲者を追悼しました。黙祷。国土交通省の国場幸之助副大臣は、二度とこういう悲劇を起こさない、事故を風化させない、より安全というものに対してしっかりとした追求をしていく姿勢を形にしていきたいと考えております。日本バス協会の清水一郎会長です。今年4月から運転手の労働時間の規制が強化されることに伴い、慢性的な人手不足のさらなる深刻化が懸念される2024年問題も念頭に次のように述べました。人手不足、運転手不足が本当にバス事業にとっては深刻です。この安全を守るのは人ですので、何としても我々のバス事業の最大の使命は安全であるという本当に決意のもと、我々の役割、安全であるということを果たしてまいりたいというふうに思っております。多くの若い命が失われてから8年、遺族からは事故を風化させることなく安全なバスの運行を実現させるべきだという声が聞かれました。8年経ってますけれども、私の中では、時間が止まったままで、何も変わらずというような感じです。営利の分まで、一生懸命楽しく過ごせるように、頑張ってるよというような形で、語りかけた感じでした。あんな事故は二度と起こしてはならないっていう、私は息子とも約束をして、今まで遺族会活動も行ってきましたので、遺族会の取り組みがハード的な面、ソフト的な面で後に残っていければ風化はしていくんですけど、少しでも、思い起こしていただけるような投げかけにはなるのかなとは思ってます。